この悲しみをどこに向ければいい。五軍の地を平定してこれからという時に病ごときで孫策の天命が尽きるとは。いや、大河のごとく涙を流しても孫策は帰っては来ない。今私は孫権、新しき殿を支え、これからの孫後の基盤を築かねば。まずは先々代孫権殿の仇である高宗を甲賀にて討ち、忌まわしき祝宴を晴らす。孫後は天下の何者にも屈せぬ。それを示さねば。まさか兄上がこのような形で世を去り、私が孫後を背負うことになるとは。いや、皆の心が揺れぬよう私が凛としておらねばな。兄上は私を大器と言ってくれたが、今の私は父上や兄上に遠く及ばん。周遊よ、どうか私が虎の後継足りえるよう力を貸してくれ。父上の敵酵素は我々の動きを察知して加工の守りを固めている。全軍総力を結集して攻め、打弱なヒッポを打ち倒すのだ。天下一体どれほどの価値。いや、悔いてはおれぬ。まだこの命なさねば。孫策の志、我々で途切る。酵素よ、父上の敵必ず打ってみせる。出航の準備をしろ。急げ。両僧は中央の敵船団に当たれ、開始。両方の進軍を食い止めよ。倒されに来たか。
目標に突き進むのみ。行くぞ。俺がぶっ飛ばしてやる。大きな拠点とて暴く。行くぞ。負けねえからな。敵将撃ち取ったり。感動を防衛する進軍開始。俺は東の感動から敵の背後に。突破できると思うな。まだ出航できるのか。早くしろ。
敵本陣に突っ込むぜ。負けねえからな。敵将討ち取ったり、本陣を挙襲される前に戦団を制圧せよ。拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。敵を侵入させるな。我らが健康な守り、僕と見るがよい。
光素を撃つ。全軍突撃せよ。喧嘩を打ってくるか。見事な戦ぶり。この観光派が相手してやるんだ。不足はねえよな。差しで勝負だ。逃げるなよ。我らの攻めの構え、崩させません。拠点が陥落する。
なるまい。敵将討ち取ったり。者ども自分に攻め立て。いざ仕上げと参りましょうぞ。敵陣に切り込む。後ろは振り向くな。攻め立ててやりましょう。皆の活躍により酵素を討ち取ることに成功し、また要所である甲賀の地も得た。亡き父上と兄上もきっとお喜びであろう。これで孫悟は乱世に誘惑するための地盤を得た。さあ、これからが我らの力の見せ所。天下をつかむため皆で邁進するのだ。新しい護衛部署が仕官してきたようだな。この護衛部署はその際一国を制し幼年神童と称された人物のようじゃな。